はい、学園様です。断捨離の山下秀子です。そうですね、今日はね、あの断捨離事務局を運営してくださってる、ね、会社の、ね、スタッフさんをねお招きして、まあ、お越しいただいて、このお悩み相談、断捨離のお悩み相談を承ろうという企画ですね。はい、では早速ご紹介させていただきますね。はい、あきこさんですね。はい、あきこです。よろしくお願いします。なんだか山下にいじめられるようなちょっと緊張してます。あ、別にあのいじめたりしないですね、うん、ただ料理はしますぞみたいなというところですね。さあ、でお悩みがキッチンだっていうところですね、はいはい、どんなお悩みなんだろう。そうですね、なんか すっきりさせたくて、うん、まあ、意識は物を極力増やさないようにしてはこれでもしているんですけれども、うん、でもこう見ていると綺麗に並べられてないなとか、まあ、引き出しの中を開けるとぐしゃぐしゃだなとか、はい、あの綺麗に並べられないというかまとまらないっていうのが、まとまらないね、なんとなくしっくりこないというね、そうですね、うん、っていうところですね、はい。まあ、断捨離ってこう空間、まあ、空間全体ね、例えばキッチンの空間全体、あるいは引き出し一つという空間の全体に、どこを開けてもうっとり、すっきりは足りない、すっきりその上にさらにピカピカ、そして負けたらうっとりっていうね、そこを目指してるんだけど、まあ、すっきりはしてると思いますよ。あ、そうですか、うん、だけどね、この全体を、まあ全体ですね、はい、これね、何が気になるかというと、ね、このフライパンですね多いですか。多いっていうよりも、うん、まあ確かに私だったらこんなにはいらないんだけど、その数っていうのは人それぞれなんだけど、はい、こうやって重なってるでしょ、はい、取りにくい、取り出しにくい、あ、そうです、ね、ストレスでしょ。だって上のを外してから奥のこの四角いフライパンを取り出さなくてはいけない、はい、でこういうのは小さなストレスなんですよ。だから何でもね、私たちはこう動くよりも取り出すのに手間がかかる、うん、あるいはしまうのに手間がかかるっていうのは非常に抵抗があって、はい、だから面倒ってか、ね、感じるので、あのちょいちょい置いたりするんですよね、はいはい、これはなんかもうちょっとワンタッチで取り出せるようにしたらいいかなって、はい、そんな風には思いますね。小さなストレスを潰していくっていうことはとても大事なんですね。で、そのストレスを潰していくには、まあ、余計なものを取り除いていくというところになるわけですね。そうすると余計なものを取り除くと、おのずと美しくなるんですよね。おのずとウッドになってくるんですね。それからね、ごめんなさいね、あの姑のように断捨離はね、こういうことしないんだよね。こう収納の棚、はい、棚でね、いわゆるこう簡易的な棚の上にこう、はい、調味料のお砂糖とかお塩とかなんだよね、はい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 、なんでこんな段にしてんだろうと思うんだよね、うん、この不安定さと ねちょっと歪んでます今歪んでるしね、うん、これを平置きにしてオブジェのように置いた方がすごく素敵ですね。オブジェのように、そう、オブジェなの。だから上にぶら下がっているフライパンもオブジェ、オブジェになると取り出しやすく、しまいやすく、美しい。でオブジェってこう重ねてゴタゴタ置かないじゃないですか、うん、はい、こまごま申し上げましたけど、どうですか、言われて指摘されて。いや、もうオブジェっていうのはちょっと発想したことがなかったですね。新鮮でしょ。新鮮ですね。もう日常品がオブジェなの。オブジェって初めて聞きました、うん、ディスプレイなのね。ディスプレイですね。しまうじゃないのね、うん、次を見てみようかな。上だよね。あ、そうです。そう、はい、で 上ってのは取り出しにくいっていうのがもう、はいはい、自分の潜在的にしてるから、はい、めったに取り出さないものが自然に上に行く。その通りです、うん、だから言い換えれば必要がないものが上に行く。あ、そう、うん、さっき箱に入ってるでしょ。そう、まず開ける、うん、そして踏み台がいるかいらないかでやっと取り出す、はい、で蓋を開ける、はい、っていう手間だから絶対使ってないってことだからね。しかもこの箱の上に何か乗ってるから絶対に使ってない、もう必要のない品だっていうのはこれ見ただけで分かるよね。で、必要のない品を取っとく必要があるのかだよね。で、重ねすぎ、うん、下はそうだよね。このお皿が 4、5枚、その上にちょっと小さいお皿が 2、4、5枚で、その上に何か乗ってる、はい、はい、一番下出すときどうなる？全部そうです。してめんどくさいよね。めんどくさいことは私たち自動的にしないから、
結果的に手の届く下にあるんだけど、はい、一番下は触ったことない。そうそうそう、そうです。ということは同じ種類のものだけが重なって、はい、この扉を開けたら一番下のお皿はすぐ取り出せるようにしてあげる、はい、ね、はい、全部こう重ねる、違った種類のものが重なるってことは断捨離ではしないよね。あ、だってこれも今本当に白状したけど使ってない、使ってない、使ってないよね。でこれね、この一番端っこの お皿が 1,2,3,4 枚同じで、はい、次に違うのが乗っててさらに上のが乗ってるよね、はい、これは全3種類だってこと？いや、これ多分2種類だよね。これだから結局ちょっと間に知らない子が入ってる、知らない子が入ってる、なぜかって言ったら出すときはなんとか出すんだけど戻すときはさらに面倒くさくなってるから、本当はこのね、この知らない子をね、種類の違う子を出してから入れなきゃいけないんだけど、その手間を省いたっていうことだよね。だからこういうことが起こらないためにも 重ねるのは同じ種類だけ、うん、でそうすると全部並ばないじゃないかって思っちゃうでしょ、はい、でも実際使ってないわけだから、はい、使いたいと自分が思うものがこう単体で同じ種類だけで並ぶように置いてあげる、はい、あ、うん、と必ずこの舞台から降りていただくものが出てくるのはしょうがないなっていうところですね。お伺いします。はい、ご主人が戻ってきても3人家族。そうです、はい、なんで5つもある全部もらったからそうだね、もちろんお客さんが来る時とかいろいろあるからね、はい、これね、だいたい5枚セットなんで ね、 そうですね、はい、でも5枚セットで提供するのは向こうの都合なわけだよね、はい、こっちの都合は3、そうだから3枚、3、3つですよ。でじゃあお客さん来たらどうするかというと、はい、これも思い込みでね、はい、なんかお揃いで出さなきゃいけないっていう思いなわけ、はい、お揃いじゃなくてもいいのよね、一枚一枚違っててもまたそれがね、はい、こうなんかおしゃれなね、提供の仕方になるんだよね、はい、私もねそれに気がついたのはもちろんだいぶ前なんだけど、まあ、普通もうお皿って揃ってなきゃなりませんって言って、はい、揃ってないとみっともない、はい、お客さんが来た時にお揃いのお皿がないとみっともないって思ってた時もあったのね、で、ある時フレンチに行ったらもう人お客さんの数だけ違う、もうテイストはもちろん、ね、統一感があるんだけど、はい、違うのがね、じゃあ、はい、今日のあなたにはこのお皿でこうサービスしてくれた時に、かっこいいとか、あ、素敵、あ、おしゃれと思ったのがあったのね、はい、だそれを私は採用してるので、はい、同じ数 で家族以上の分は揃えない、うん、もう一つこの器の考え方なんだけど、一気多用、一つの器をたくさんの、ね、様式に使うっていうのをすごく楽しんでて、はい、まあ、お茶碗ならお茶碗で、これはご飯だけとかね、はい、思い込みがあるじゃない、ね、はい、これはスープだからスープ、はい、物を持ってます今、いろんなものを入れて楽しむ例えばこのスープ皿にご飯をね、こうぽっちり持ってみるとかね、そのこともすごく楽しい。だからこれはこれ、この時はこれ、この時はこれ、しかも5枚揃ってなきゃって思うと必要以上なものがここに詰まって取り出しにくく、はい、使いにくく、はい、なおかついっぱいあるのに出番は手前だけ手前のこう上に乗ってるのだけになってね、そう10種類持ってるのに使うのは3種類とかね、そうなっちゃう。だからそれを5種類に減らしても5種類がまんべんなくね、いろんな形で登場してあげる方がこうね、が楽しい、うん、ここがアミューズメントパークみたいなわけね、うん、だからもう一つあるのかな、うん、これ本当に、うん、もっと恥ずかしいな、もっと残念だね開かずの間なんですけど、そうだよねでも中に入ってるのは素敵なものなんです、素敵なものでなんですけど、で先ほども教えていただいたので素敵なものなら素敵らしく置いてあげる、飾ってあげる、これじゃ全然素敵に見えない、品物一つ一つは素敵だっていうのは分かるんだけど、素敵な演出されてないんだよね。いや、もう本当おっしゃる通り、だからこうスター女優が
大部屋の楽屋に押し込められてるそんな感じ。スター女優さんは楽屋も素敵だよね。だからここは ほぼ楽屋なんだろうけど、楽屋もねスターらしくですね、はい、次は引き出しかな。これはもうあらカオスですこれはもう本当に恥ずかしい限りそうだね、はい、うん、まあとにかく手に入れたもの、もらったものは全てここに押し込みって、そう、ちっちゃいものがいっぱいあるみたいな。そうそう、だってこのプラスチックは完全におまけだよね。プラスチックのスプーンなんかはね、そうおまけで作るね。でしかも使ってないわけだよね。そうなんか、バーベキューみんなでするかなとか思って撮ってたらどんどんそうそう、やっぱり物が来た時に私たちはその何かに使えるかなっていうふうに可能性を模索するんだよね。何かから始めて、はい、次いつかだよね。あ、そうです、うん、その次はどこかその次は誰かって言って、はい、次から次へとそのこう使える可能性を模索しちゃうんだよね、はい、それがこの結果、はい、この今いらないものとして処分してもこれはすぐ手当てできるものばっかりですよ、簡単に、はい、ですぐ手当てができるはずなのに取っとくことによって、はい、今本当に必要なものがどこに、はい、どれくらいあるかが分かんなくなってる、はい、そっちの問題。キッチンってもちろんね、あきこさんもお仕事してるけれども、キッチンっていうのは自分のもう一つのね、はい、仕事空間だよね、はい、うん、家事ってとても大切な仕事、そこの、主役でいるわけだよね。とね、私思うんだけど、自分の仕事場が淀んでたりすさんでたり、つまりこう混乱してたりすると、うん、やっぱりね、こう労働意欲ってなえるんだよね。なえるよね、うん、そうだよね、まあ、仕事行ってね、自分の勤めてる会社が汚かったら労働意欲なえるよね、はい、働こうって気がなえる、うん、でもっと怖いのは、汚い仕事場だと自分の仕事に誇りが持てなくなっちゃう。だから悪循環なんだよね、うん、台所を汚いまんま、汚れたまんま、散らかって物がいっぱいあって、しかも汚れが取れてない残念な空間にすると、主婦の仕事ってとっても大事な仕事なのに誇り持てなくなっちゃう。で悪循環にはまってるね。私ばっかり茶碗洗って、私ばっかりご飯の用意してやったと思ったらすぐまた洗い物があってってね、全然やる気が起きなくなる。やる気が起きなくなるのと、誇りが持てなくなる、うん、からこのキッチンを、すっきりピカピカうっとりにすると、この主婦の仕事、家事っていうのにすっごくやる気が湧いてきて、はい、楽しくなってきて、しかも誇りが持てる。大概は悪循環っていうか。でそのためにはまず余計なもの、不必要なもの、うんを取り除いて、選び抜いて行くと、自動的に空間をね、はい、取り出しやすく、しまいやすく、美しくなる、はい、そんな風にしたらいいと思いますよ、はい、うん、どうですか。はい、勉強になりましたね。箱から出すっていう、そうそう、箱から出してあげて、箱入り娘じゃないんだからもう、 そうですね、箱から出して、はいですね、はい、同じお皿は同じもの、違うお皿は重ねないですよね。重ねない空間を作ること、うん、そうそう、空間を作る。でその空間を作るっていうのは、結果何を作ってるかというと、ゆとりを作る。ゆとりを作る、ゆとりの喪失と、ゆとりっていうのは余地だったり余力だったりの源なわけ、はい、なのでゆとりを作ってあげてください。わ、はい、かりました。はい、ちなみにフライパンの数が多すぎるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、フライパンの数って普通っていうのもおかしいんですよね。そうそうそう、でもきっと、まあ、人それぞれだけど、はあ、さっき申し上げたうち一気多用でしょ、これ何でもできるのよ、フライパン。一つ深いのがあれば、それこそゆで鍋にもなる。へえ、
オムレツはどうやって作られるんですか。だからね、オムレツはオムレツパンではなくてはなりません。卵焼きは卵焼きではなくのそうなってますでしょ、はい、違うんだよ。オムレツもね、四角くてもいいし、卵焼きも別に四角じゃなくてもいいわけよ。いいわけよ、うん、そんな風にしていくとね、うん、面白いね。そうですよね、ちょっと深めのフライパン、うん、ないなと思って探してたりとかしてました。あるあった、ありました、うち。そうですか。大体私はフライパン1個で全部までやっちゃう、でパッと使ってパッと持ってパッと洗ってパッとやるから、はい、結局汚れ物も1個で済んじゃう。そうですよね。で用途別に出してるとね、はい、あっという間にキッチンがね、そうですね、汚れたフライパンが5つ並ぶことになっちゃうじゃない、はい、うん、そうするともううんざりしちゃうわけ、はい、で作業場も狭くなっちゃうし。そうですね、うん、だから目安としては3つって覚えておけばいい。3つ、うん、用途別に3つなのか大小中小3つなのか、とにかく3つを基準にして、4つになったら多すぎるとえって思えばいい。 お鍋の数はおいくつ。私、はい、私も基本的にそんな料理しないからね、少ないんだけど、お鍋は2つ、あとフライパン1個で、まあ基本一人暮らしだから、ちょっと待ってください。お鍋何個あるかな。ここがあって、うん、圧力鍋もある。でもまだ少ないよね、もう20個ぐらい出てくるうちいっぱいあるの。アルミのが重なってたりね、もう本当にそのもうゾロゾロ出てくるのがザラだから、まだまだいい、まだ本当に軽症。あ、軽症。お家もね新しいしね、うん、軽症、うん、まだ軽症ですよ。これがもう年取ると大変なことになるもうね、物のとらわれのみ、それがもったいないって言ってね、はい、物にとらわれてるんじゃない、物からとらわれてるってね。ちょうど この間ブログに書いてたんだけど、とらわれるってこう書くんだよね。はい、もうこの物の中に人がいる、これがほとんどだから、これを外していくのが大事。うん、もっと自由であげていくのが大事。だから台所も自由に使えばいいし、道具も自由に使えばいいし、器も自由に使えばいい。そうするとどんどん心が自由になってくる。なるほど。だって誰も文句言わないよ。そうですよね、うん、よく考えたらそうですよね。はい、はい、どうもありがとうございます。書籍家にいるのが好きになる断捨離すっきり生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。